ついてもしんどいやろ。でも立ち上がりいいんですか。立ち上がりがめっちゃ楽だね。高めのほらね。あ、でもそうか。え、高い方がいいんかな。私は高い方が腰が痛いから。高すぎて慣れへんやったらこれぐらい30絶対高い。これぐらい、でもこっちからそうで、こっちで立ち上がってみて。絶対ないですよ、これ。これ足で見たことなかった。カビにくいとか汚れにくいとかね。そうそう、すぐ犠牲もいいからね。掃除しやすいのよ。私は買うの。防災グッズ。はい。なんか、こっち側が温度が外になってきました。ちょっと冷えてますかね。ここが超防災グッズ。でも、だって、消火器。いやー、ないか、言われたら。家にはないかも。お水を置いてる。でもよく見て、こんなの確かに長期保存もできるんですけど、食べたことがないので、ね、こういうのを見つけて、これを買っとけば、長期じゃなくそこのやつを食べながら、うんうん、それを考え返しとったらいいってことですね。だってこれもほら、だってこれだと味がついてて絶対美味しいと思うんだけど、そしたら、チンのご飯でもお湯入れたりやったら、家でこれやったらせえへん。最後、綺麗な切れるのは結局は、うん、これがでもめっちゃ好きな人いると思うんだ。じゃあ、食べ慣れてご飯美味しかったらって感じ。そう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 、それが言ってたよ。マジかい、見てみようね。確かに。でも結局忘れてて、でじゃあ食べるかってなった時に、あ、食べるのかって。そうか、決め直した方がいいか。じゃあラップと、水と、なんかこう、ラジオこれでてんねんけど、それが正解なんかってなんねんな。これで、おいしい顔を試してみた。一回か見てみた。ほんで、おいしかったな。めっちゃすごい。これとかも見ませんか。落ち着くんすか。子供とかいたら、甘いものが、甘いものが言ってたで、なんかストレス溜まってくるから甘いものが食べたくなるって好きで、おいしいとか併用したら、これが水を吸い取ってくれる。タンクなんだよ。水吸ってそれが飲むんだろう。そうそう。だから逆転の発想、その水を使って水を吸う。あれって重いの運ばなあかんけど、これぐらいで。うわー、それすごいな。こんなんなっていくんだな。すごいな。じゃあここで買いましたら次の店に移動しましょうか。はい。これ全部冷凍？まだ冷凍欲しい。全部冷凍？まだ冷凍って言うと、一個冷凍は消さないとね。いや、サード冷凍。サード冷凍？冷凍？そんなに言いますか？もう全冷凍にしたかってんけど、全冷凍はその時なくて、これ今度冷ましててんけど、全冷凍ないなってなって、結局こう、サブのやつで半々のやつ買ってた。はいはい。で下に冷凍がついてるから。だいぶ上まで冷凍。冷凍ですよ。全冷凍。あ、全部？世界の冷凍。冷凍庫。全冷凍。びっくりなことは思いますね。これ、ちょっと置けるバージョンもあるし、で、深いところも。冷凍をしたほど、見えへんもなくなるやん。ほんまそうですね。香ってもらえないですね。すっごい。ガードして、ずっとしまって、ぐるっとしまって。普段いら